どうかしたの？もしかして私に会いに来てくれたとか？え、話したいこと？何何？わお、ここでは話せないようなすっごいことなのね。ワクワクしてきちゃった。どこに行こうか。オッケー。で、話したいことって何？これって写真よね。一緒に写ってる子ってもしかすると。こんなすごい写真見せられたらもう何も言えないわ。これからは勘違いされないように近づかないようにしないと。いいのよ、迷惑かけたら悪いしね。教えてくれてありがとう。じゃあ私は教室に戻るわね。
じゃあな。あ、どうした？あーっと、すまねえ。今日はちょいと都合が悪いんだ。いや、違う。なんていうか。よかったら帰りながら話さないか。用事があるから途中までだけど。もうすぐ今年も終わるな。なあ、覚えてるか？あの日、登校中にここで話したことさ。俺のものかお前のものかわからなくなっちまってるあの本だ。白い競泳水着が魅惑的なあの本。あの時にはどちらのものか決着がつかなかったが。っておい、そうじゃなくて、今年のクリスマスこそ彼女を作って楽しく愉快に過ごすんじゃなかったのか。おいおい、頼むぜ大将。で、実際どうなんだお前の方は。もうクリスマスまでそんなに日がないけどよ。まあそれはいい。俺はよ、ここらで気合い入れ直すために初心に帰ろうと思ってるんだ。ああ、俺が何のために剣道部に入ったか知ってるだろ。
それは憧れの先輩のためさ。そうそう、その通り。この時期ついつい焦っちまって、とりあえずなんとなくで女の子に声をかけたくなるが、しかしそれは違う、違うんだよ。誰でもいいわけじゃない。この人と一緒に過ごしたい、だから頑張る。そういう気持ちが大事なんだよ。なんでなんでノリが悪いな。先輩を初めて見かけた。剣道部のランニングコースをこれから走ってみるつもりだ。気がついたら先輩を追いかけてた。あの日の自分を取り戻すためにな。笑わないんだ。ちげえね。まあそんなわけだ。行ってくるぜ。お前もな。あれ？久しぶり！やだ、忘れちゃったの？牧原美香だよ。中学で同じクラスの。どうかしたの？テンション低いね。夕日を見てたみたいだけど、何か悩み事？そっか、まあいろいろあるよね。でも本当にびっくり、まさかあなたがいるなんて。もしかしてあなたもドラマを見てきたの？そんな感じ？知らないの？ついこの間まで放映してた激愛始めました。さっき主演、ここでロケしたのよ。まあそれだけじゃないけどさ。それにしても激恥知らない人がいるとはね。テレビとか見ないの？へえ、信じられないな。あ、うん、うちからだとキビトは遠いからね。それだけ。あなたはキビトなんだね。いいじゃん、制服似合ってるよ。
ょっとちょっと、いきなり黙ってじーっと見ないでよ。あなたって昔からそういうとこあったよね。変わってないな。私はどう？色っぽくなったでしょ。ありがとう。知ってる？3年の時担任だったユキちゃん、結婚したんだって。絶対無理だと思ってたのにな。あ、妹さんは元気？そうなの？困ったもんね。そういえば、なんて言ったっけあの子、同じクラスの。じゃなくて、なんだっけ。まあいいや。それよりさ、聞きたいことはあるんだけど、いい？なんであの日、来なかったの？え、じゃなくてさ、あの日、私、結構長いこと待ってたんだけど。それってちょっとひどくない？え？ここで？それって本気で言ってるの？あなた、当日になって待ち合わせ場所変えたでしょ？あの日の朝、あなたから伝言があるって言われたの。なんて言ったかな。時間を節約したいから映画館の前で待ち合わせにしよう、だったかな。気にしない方がいいと思うんだけど、お互いにね。久しぶりに会えて懐かしかったよ。私これから彼とデートだから、ほら今日って私の誕生日だし。あれ、私の誕生日知ってたっけ？まあさ、あなたも今の彼女と楽しくやれば、昔のことなんかに縛られないでさ。待ち合わせ場所あっちだから。それじゃね、バイバイ。
驚かせちゃってごめんなさい。これでよしっと。お待たせしました。
近明るくなったよね。かっこよくなったっていうか。あ、もともとかっこよかったけど、最近特に。それで、その…好きになったかってことですか？人が人を好きになる、それってほんのちょっとしたきっかけからだと思うの。あなたは違う？私はそうだった。時間割通りに教科書を入れて、授業が終わると一番下に入れ直すでしょ。だから朝一番で手紙を入れておけばこの時間に気づいてくれるって。ごめんなさい、私あなたに一つ謝らなきゃいけなくて。本のことなんですけど。本当にごめんなさい。その偶然見つけちゃって。やめなきゃって思ったんだけど、どうしても目が離せなくて、つい全部見ちゃったの。いろいろな衣装とか、そのポーズとか見てると、あなたってこんな趣味もあるんだって思って。もしもあなたがそういうのが好きなら、私合わせられると思います。私だったらあなたを満足させてあげられる。
月さんだなんて。リサって呼んでください。お願い。次の目標は呼び捨てで。これからですよ。呼び方もお互いのこともこれから知っていけばいいことです。たくさんたくさんしてほしいことがあるんです。うん、だから早速。一つ知ってほしいな。お、残念、もう時間なの。キス以外にもあなたにあげたいものがあったのに。知りたいですか？だったら昼休みここに来てもらえますか？ええ、人前だとちょっと。お、早くしないと授業が始まっちゃいます。それじゃあまた後で。本当に来てくれたんだ。嬉しい。ううん、そんなことない。私にとっては。ああ、ごめんなさい。せっかく二人で過ごせるのにしんみりしちゃって。したいな。うん、いろいろなお話したい。ダメかな？
しかして先生の話ですか？あなたがとても楽しそうにしてたから気になっちゃって。はい、私もあんな風にあなたと楽しく話せるようになりたいな。何でもありません。はい、だってあなたと話が合わないと困るし。それがうまく伝えられなくて、せっかくお話ししてるのに本当に伝えたいことがうまく言えなくて、だからもしかしたらあなたに退屈な思いを。
して頭を撫でてもらえるなんて考えたこともなかったから、嬉しくて。こんなに幸せな気分になれるだなんて、あなたのおかげでまた世界が広がった気がする。その期待してもいいですか？これからもっともっとしてくれると嬉しい。頭を撫でるだけじゃなくて、他にもいろいろ。他にもっていうのは、恋人同士でするようなことです。ううん、でも私あなたのことよく見てたから、なんとなくわかるんだ。当たってた。こんなことを聞くのっておかしいかもしれないけど、私とあなたってこれで恋人同士になれたんだよね。彼氏彼女って関係に。私本当に嬉しいです。本当ですか？それはダメ。それはダメなんです。あ、そのできれば誰にも言わないでほしいんです。今はちょっと、ありがとう。それでなんですけど、明日もここで会ってくれますか？ダメですか？あ、はい。だから一緒に、本当ですか？それじゃあ。
悲しい。明日返事をさせてください。お願いします。本当にありがとう。私わがままだよね。一番大切な用事を忘れちゃってました。ちょっとすみません。これ受け取ってください。ちょっと遅くなったけど誕生日プレゼントです。はい。気に入りませんでしたか？よかった。それペアなんです。もう一つはあなたの写真入りで、ここに。お揃いのものを身につけてるとすごく安心します。それじゃあまた明日ここで。明日の予定は？予定。そうなの？誰と誰と？ダメダメ！ミャーが先に入ります。覗いちゃダメだよ。出かけない？まあまあ、あのね、ミアはそろそろ出かけようかなって思ってるんだけど。うん、ニーニーどうする？
分かってるって。行ってきます。はい、ここにいますよ。そうですよね。思ってたよりも暗かったですね。一緒にいてくれれば、別に創設祭なんて。そんなことない。そんなことあるわけないじゃないですか。一緒に、あなたと一緒に。私はダメなんです。あなたと一緒に歩くなんて無理なんです。そんな資格ないんです。そんな、あなたは全然、私が迷惑かけてるんです。あなたはちっとも悪くなくて。はい。え、それは。迷惑かけちゃう。きっと、このこと話したら、あたしのこと。でも、そうだよね。きっと、
このままでもあなたに迷惑かけることになっちゃうよね。もし誰かに見られたら、あなたに迷惑が。お願いだから最後まで話を聞いてもらえますか。私ひどいことしたから、ひょっとしたら、きっと私のこと嫌いになっちゃう。でも話さないとダメだよね。嘘をつき続けることになっちゃうもんね。私は本当にひどいことしたの。あなたを独り占めしたくて。してたの。あなたが私のこと覚えていないってことを。ちょっと昔の話をさせてね。私とあなたはね、小学校の頃同じクラスだったの。小学校の時って給食残しちゃダメだったでしょ。あたしね、苦手なものがいくつかあるの。焼き魚と酢の物とゴーヤ、それと牛乳。それでね、牛乳が飲めなくて困ってたら、あなたが飲んでくれたの。小学校3年生の時、思い出した。私本当に牛乳嫌いで、どうしても飲めなくて。どうして転校してきたばかりの私にこんなに意地悪するんだろう。こんなの無理に飲まされるくらいなら学校なんて来たくないって、そう思ってたの。だからね、大げさだなーって思うかもしれないけど、あの時のあなたは私にとっては本当に王子様みたいに思えたの。それが私の初恋、小学校3年生の時からずっと続いてる初恋。改めて言うね、本当にありがとう。話に入り込んじゃうからごまかしやすいなって。思い出しました。私は見られちゃいけないんです。それはお願い、手を
を握ってくれますか？うん、もう大丈夫。急に女の子から避けられるようになった覚えはないですか？そうなってるはずなんです。嘘の噂を流したんです。あなたにはすでに付き合ってる子がいるって。あなたに迷惑かかるから身を引いてくださいって、そう言ったんです。はい、私がしたんです。あなたが知っている子もいれば、顔を見たこともない子もいました。との中を私が妨害してたんです。それなのに私が彼女ですって、あなたのそばにいたら変ですよね。ですよね。今になってバカなことしたって思います。でも私にはその資格すらなかった。そうな、私はあなたに告白する資格を自分でなくしたんです。秋原美香さんのことです。あなたが中学時代に憧れてた女の子、クリスマスイブにデートに誘って待ち合わせ場所に来なかった子、あの子に私、私です。でも仕方なかったの。お願い、信じて。秋原さん、あなたのこと笑い物にしようとしてたの、それが許せなくて。秋原さん、もともとそんなにデートに行く気はなかったんだけど、クリスマスに彼がいた方が格好がつく、そんな理由でデートの約束をしたの。うん、私もそこまでは我慢できた。だけどクリスマスの前日に女友達だけでパーティーやろうって誘われて、そっちに行くことに決めたの。それは多分本当です。でも秋原さんの待ってる姿を女の子グループが遠くで見てたはず。あなたが秋原さんに振られるのを見物するために。でも牧原さんだけが悪いんじゃないの。他の女子と集まって話してたらいつの間にかそんな流れになったって。誘われたんです、一緒に見に行こうって。私びっくりしちゃって、その後よくよく話を聞いたら、私
我慢できなくなって、そんなの絶対に許せなくて。でも結局私がしたことであなたをひどい目に遭わせちゃって、傷つけちゃって、だから私にはあなたに告白する資格なんかなかったんです。あなたが過去を乗り越えようとし始めたから、あのクリスマスの一件以来どの女の子とも距離を置いてましたよね。ずっと見てたからその変化に気づいちゃったんです。一ヶ月くらい前に梅原くんと校舎裏で、ごめんなさい、見てました。過去を乗り越えようと頑張るあなたがすごくかっこよくて輝いてて、我慢できなくなっちゃったんです。もしかしたらまた牧原さんの時みたいな目に遭っちゃうかも。私だったら絶対そんなことしない。でも他の子はわからない。だったら私と、そう思ったの。本当にごめんなさい。謝って済む問題じゃないと思うけど。ごめんなさい。はい。でもいいんですか？私のことあんなひどいことをしたのに許してくれるんですか？本当ですか？それはダメです。一緒に行ったらダメなんです。一人で行くの。そうしないときっとこれから二人で一緒に歩けないから。もっと早くにこうしていればよかった。遠くから見ているだけじゃダメだったんだよね。あなたの近くにいるとこんなにも私の世界は広がるんだって知らなかった。え、そんなことないです。いろいろ知ってます。私あなた
が行きたいところなら。じゃあイカ焼き食べたいな。はい、それじゃ行ってきます。何してるの？こんにちは。え？何の話？別に行っても構わないのに。一緒に行くから。高校2年の時、きっかけがあればきっと。そう、きっかけさえあればきっと大丈夫。私もあなたに出会えて変わることができた。けれど私は変わる過程であなたや他の子にたくさんの迷惑をかけてしまって、もしあなたが一緒にいてくれなかったら解決なんてできなかったと思う。きっと私もこんなに明るくなんてできてない。今の私がここにいられるのはきっとあなたのおかげ。ありがとう。あんなに不安だったのが嘘みたい。私のことを思ってくれている人がいて、それを信じることができる。あなたのことを、そして私自身のことを。信じるか。一度くらいはあなたもコンパに行ってもいいかもね。女の子の友達くらい多めに見てあげないと。でもそれってやきもちを焼かないって意味じゃないんだよ。私のことちゃんと愛してくれなきゃダメなんだから。